先制された中日は3回8番中村、横浜の先発野村の変化球をうまく捉えました。入ると思わなかったという打球は最前列に、同点の1号ホームランでした。5回の中日は7番神野から、サードの左を破りノーアウト2塁、勝ち越しのチャンスを作ります。ここで星野監督は前の打席ホームランの中村に送りバントのサイン、確実にチャンスを広げます。ここまで2安打1失点の先発今中に代えて代打山口、早め早めの仕掛けが相手のミスを誘い中日が勝ち越します。さらに中日は6回1点を追加してなお2アウト3塁1塁で7番神野、相手が一番嫌がる点の取り方がひらめいたという神野、チェンジ変わるをテーマに戦う今シーズンの中日を象徴するシーンでした。リードした中日は9回、サムソン・リーの名古屋ドーム初登板でゲームを締めくくりました。脱税時母校の明治と同じ紫のユニフォームが似合う川上ですが、2回に早くも捕まります。フォアボールで自らピンチを作り、進藤タイムリーツーベース、2点を失います。川上は5回にも追加点を奪われノックアウト、5点を追う中日にサンデーユニフォームのジンクスが重くのしかかります。このジンクスを振り払ったのが6回、連続ヒットでチャンスを作り4番山崎、タイムリーで先発のマホームズを引きずり下ろし勢いに乗ります。さらに陣野、打撃好調の代打原田が連続タイムリーツーベース、5対4と一気に1点差に詰め寄ります。なお2アウト2塁1塁でリー、横浜3人目横山の高めにすっぽ抜けたフォークを思い切り叩き、名古屋ドーム通算100号ホームラン。中日はこの回打者一巡で7点をもぎ取り逆転します。この後中日はサムソンから落合、孫とつないで横浜の反撃を振り切り、サンデーユニフォーム初勝利を挙げました。ですがどうでしょうか、関根さんと奥寺アナウンサーです。2連敗中同士の対戦なんですが、それぞれの先発は三浦と田畑でしたね、この両投手立ち上がりあんまりうまくないんですよね、ですから立ち上がりを注目したいです、はい、では三浦の立ち上がりから見てみたいと思います。1回のヤクルト、ワンアウトから2つのフォアボールをもらって2塁1塁、ここで4番の古田に回ります。さあその古田、フォアボールの後の初球を叩きます。うまく打ちましたよね、でこれでヤクルト先制と思ったんですね、そうですね、走者真中の判断ミスなんですよね、古田うまく打ったんですけど、これでもし点取ると、三浦はもしかしたら潰されてたかもしれないですね、そうですね、痛い判断ミスでした。ヤクルトは三浦の立ち上がりを助けてしまいました。一方田畑の立ち上がりです。こちらは簡単にツーアウトを取るんですが、3番の鈴木貴則、わあ松井と一緒、糸を引くようなホームランってこういうことですね、これぞホームランです。はい、内藤和の3号ソロホームラン、こちらは1点を簡単に取りました。さて3回のヤクルトです。ツーアウトランナー2塁1塁でまたも古田です。これもすごい当たりでしたね。久しぶりに古田のこういうホームラン見ましたけど、2ストライク取られてからバットをね、心持ち短く持ちました。これはさすが古田ですね、3号スリーランホームラン、3対1逆転です。その裏の横浜です。ツーアウトからまたまたこちらも鈴木貴則、これ打球早かったですね。早かったですね。前ホームラン打ってますから、足の回転もすごい良かったんですよ、結局スリーベース。そして4番のローズが続きます。三遊間を真っ二つ、さすがローズですね、これと3対1からこのヒットで3対2にしたのが大きかったですね。その後ちょっと膠着状態が続くんですが、6回です。ワンアウトからもう1回4割バッター畑山、今シーズンの1号ソロ、今日の、ゲームで、一つのポイントなんですね。田畑ね、悪いなりに粘って追ってたんですが、このホームランから向きになりましたね、まずは同点、その後進藤谷繁と連打が続きます、やっぱりピッチャー向きになってはいけませんね、さあそしてバッターのがピッチャーの三浦に回って、ここで代打を告げます。代打は才木ということですね。盛り上がりましたグラウンドが、さあその才木ですが見事センター前ヒット、ついに逆転です。4対3。
さあその後7回も2点を加えて6対3満を持して9回大魔神が登場です。しかし2アウトを取ってからフォアボールヒットヒット、これどうしちゃったんでしょう。いやね、あのまっすぐばっかりなんですよ。3点リードして油断したわけじゃないんでしょうけど、まっすぐばっかりで2アウトフルベースになっちゃったんですね、大変なことになってますが、それで満塁になってからここでフォークを放るんですよね、はい、天下の宝刀のフォークようやく本当に人騒がせなピッチャーでしたということで、まあ、ヒヤッとはしたんですが結局6対3佐々木はこれで通算210セーブポイント歴代2位タイ。先発三浦で斉藤につないで、その三浦がストッパーの佐々木を迎えます。久しぶりに横浜の勝ちパターンでした。ああそうですね、まあ三浦もそれほどいい調子じゃなかったですけども、はい、我慢して我慢して投げてきました ね、はい、そうですね。まあ、それにしてもヤクルトがちょっとつながりませんですね。そうですね、バッティングがちょっと今悪いですね、まあ、この前のジャイアンツとの3連戦で最初にその川崎の好投があって、これはそのまま乗っていけるかなと思ったんですが、はい、勝てそうなゲームを落としたということもあります。さあインタビュー台に上がったのは代打でタイムリーを放った佐伯と、そして先制ホームランを放った放送席ヒーローインタビューです。代打決勝タイムリーの佐伯選手とお待たせの3号ソロ鈴木貴之選手です。ではまず佐伯選手から伺いましょう。本当にいいところで打てましたね。そうですね、ここ何試合か仕事してなかったんで、まあ気合も入ってましたし、春も帰ってきたんで、なんとかこの球場で春の初勝利を飾りたかったんで、はい、気合入りました。追い込まれてからのしぶといバッティングでしたが、自分で振り返っていかがですか。バッティングどうこうよりも、前回のお立ち台で謙虚に行って、それから今日まで1ヶ月間ドツボにはまりましたんで、今日は楽しくやりましょう。ありがとうございます。これでレギュラーへ向けてのまたいいアピールになるんじゃないでしょうか。いえいえ、そういうことは考えずに、皆さんのハートをがっちりつかめるように、一生懸命バットを振っていきたいと思います。これからも期待しています。続きまして、待望の3号ホームラン出ました鈴木貴之選手です。本当にらしいバッティングが出ましたね。いや、たまたまです。しかしこの欲しかった長打、打った瞬間の気持ちどうですか。やっぱホームラン気持ちいいですね。自分でこの今日のバッティング、特にそのホームランを振り返ってどうでしょう。そうですね、やっぱり今年初めての、横浜スタジアムのライトのスタンドに入れられたんで、すごい嬉しいです。いや、ライトスタンドのファンも喜んでくれてますが、これが出ればもう鈴木貴之ペースと期待していいですよね。そうですね、これから打率はあまり意識しないで、もっと大きいの打てるように頑張ります。それでは今日たくさんのファンが詰めかけています。お二人から一言ずついただきたいと思います。鈴木さんお願いします。まだ100試合以上あるんで、いい試合たくさん見せたいと思いますんで、応援よろしくお願いします。では最後佐伯さん締めてください。今日はまだちょっとオレンジ色の服着た人が目立つんですけども、これから頑張って、順位を上げていきますので、皆様これからもスタジアムの方に足を運んでください。今日はどうもありがとうございました。以上ヒーローインタビュー鈴木選手と佐伯選手でした。トカロは序盤に